안녕하세요걸입니다자오늘은요딱한국에온날인데이만에한국에着いて서울駅まで来たんだけど今12時50分意味わかんなくない9時40分到着の飛行機が起きて目開けたね10時過ぎてたのえっと思ってもうほんと台風って感じだわということで今日はどこに行くかっていうと1日目今日は実はホテルは取ってませんのでどこに行くかっていうとこの時間やってるとしたら日本の子たちは結構ドラマで見てると思うんだけど今日はチンジーバン行ってみたいと思いますじゃあソウル駅から歩いていけるチンジーバンを今日は紹介していきたいと思いますとか言って紹介とか言って私も今日行くの初めてなんだけどじゃあ行き方も一緒に紹介していきますまあ暗いからよくわかんないと思うけど12時50分だし空港鉄道から出てすぐ横の出口3番出口から出て向かいますなんか歩いて5分って書いてあったなんか大きいから見やすいらしいじゃーん3番から出ますなんか結構小ざっぱりしとるこんな感じ結構赤15さっき15番から出ればよかったやん学んだみんなここに来るときは上まで上がってこないで15番出口から出れば私みたいにキャリアを抱えてキャリアを抱えて階段を降りなくて済むこの動画を見た人はきっと辛い思いをしなくていいはずえ普通に15番から出ればよかっただって3番出口って書いてあったんだもん普通にね15番あ何閉まってんじゃんあ夜中はダメっぽいわ昼間来たら15番出口で出てみて見てここから出れば早かったのにということで15番出口から出てくださいで15番出口を出たらここの前の大きい通りを通り沿いにずっとまっすぐだって動画揺れちゃってごめんねめっちゃ嫌な予感がすんだけどその前にでっかいさ何でっかい歩道橋があるんだけどえこれキャリー持って上がらなきゃいけない感じ嫌な予感がするんだけど韓国旅行2日目にして筋肉痛みたいなめっちゃ嫌な予感するんだけどあれこ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 れ登らなきゃいけない感じ嫌なんだけどどうしようでもそこのね上に見えてるのがシュラームサウナなのどうしよう泣きそう泣かんけどなてか青なんだけどさなんかもう道路が広すぎて渡っていいかわからんわなんか渡ってたら普通に引かれそうだもんプーとかやられそうだしがっつり私が合ってんのになんか私が間違ってる気になる私しか渡ってないから時間があるのになぜか早足になってしまうここもまっすぐ行くあーでもよかった歩道橋渡らんでいいわあーじゃーんじゃあここ前に見えるのがシルアムサウナシルアムサウナですじゃーんここ24時間でソウル駅から歩いて5分ぐらい5分とちょっとかかった気がするけどまあいいや今日はここでチンジーバン体験しまーすじゃーん坂がめっちゃきつい階段を登らなくて済んだのに坂がめっちゃきついし入り口まで遠いなじゃあ今日はここのあすっごいちっちゃいんだけどシロアームサウナでチンジーバンに行ってきたいと思いますで結構日本の子チンジーバン行ってみたい子も多いと思うので、まあ、参考になればなみたいなでも本当ここはなんかローカルみたいな感じじゃなくて観光客とか外人さんが多いようなねところだから、まあ、そんなに安くもないしてかもはやちょっと高いしまあでもなんかいろいろ種類があるから、まあ、来たら楽しいよみたいな感じもう私も知らんけどってことで中入ってみたいと思います興味深い女子がかっこいいそう中に入るとインフォメーションであって5階まである地下1から5階まで睡眠室チンチューパンオラクシーアウマンナンチャンソタリシー体育館
え、待って、 EBQ ルームって何やねん。とりあえずめっちゃ多いで、種類が。だって3階とか、だってジムとかあるよ、映画館とかある。どういうこと？で、価格が見て、ほら安くはないでしょ。でも中がめっちゃいいって聞いた。だからね、結構みんな寝てんのだから、あんまり騒げないんだけど。これがチンジーバンで貸してくれる洋服。小学生の男の子みたい。今はここにいるんだけど、こんな感じ。もう今はね、夜だからここ電気消しちゃってるっぽいけど、足湯みたいなのがあったりとか、寝転んでいられるところの、こっち側にご飯。ここがなんか足湯かと思ったら違った。あったかい、あったかい、あったかい。ここずっといられるわ。水かと思ったら石だった。あったかい、あったかいよ。卓球台がある、卓球台があって、ここも寝るところだ。ジムもあるし、でもちょっと今あんまり見られないけど。じゃあここがチムチエバンの階です。声ちっちゃくてごめんね。めっちゃある、めっちゃあるわ。めっちゃある、チムチエバンが。めっちゃあるやん。プランチュンメクチュンマアイスパン。これちゃ冷たいんだ多分。女性、これ女限定なんだ。これは男限定。ここは酸素イシパルトジャムズ。あ、マッチバルゲッタ。オート Q、 わかんない。何か健康言葉のなんか専門用語すぎてわからんわ。これかく、あ、これはなんとなく汗めっちゃかくみたいな、高温って書いてあったわ。チムチエバ、なんか入り口が可愛いんだけど。でも携帯持ってちゃダメって書いてあるから撮影できないけど。5階が睡眠室です。寝るところ。めっちゃ寝とるやん。これ何か気になってたんだけどさ、韓国語でいびきがひどい人はなんかここで寝てって書いてある。さあ、とりあえずなんか館内は、あ、ね、館内はこんな感じです。もう5階までね、全部見せてあげたんだけど、どう？てか夜中すぎてさ、あんまり喋れなくて本当申し訳ないんだけど、私のこのかっこよさ。 OOTT みたいな。ってことで、じゃあチンチーパンのご飯を食べたいと思います。飛行機でご飯出ると思ったら飛行機でご飯出ないんだもん。ここじゃないわ。こんだけある、値段はわからん。お腹空いたんだけど、何食べようかな。でもラーメン食べたい。天山漬け、キムチが出た。ラーメン食べたい。中はこんな感じ。めっちゃね、広いし綺麗なの。綺麗で、ここの前にはね、お水とか。てかめっちゃラーメン食べたかったんだけどさ、やっぱりなんかラーメン食べると肌荒れるから今日は我慢する。てかだってチムチーバン来たらラーメン食べなきゃじゃん。で、アプローチ촬영이많았기때문에오늘은라면은참고。チムチーバン、오늘라면먹어야되는데。오늘라면은참고、오늘은된장찌개를시켰습니다。でもね、ここめっちゃカップル多いんだけど、絶対一緒に来たら楽しいわ。てか多分カップルじゃなくて友達でもめっちゃ楽しいと思う。お母さんとかでも楽しいと思う。ってことで頼んだんだけど、私この何、この腕輪で後払い制かと思ったら
その時その時で現金かカード払いでこれをくれる、多分揺れたら取りに行くってやつだと思うけど、スーツケースも預けられるし、他にもロッカーが1個ついてるし、だからこれはね本当にロッカーの鍵だけを、多分ちみちみ版ごとに違うと思うけど、あそうだ、あとねシャンプーリンスがねないって言った、まあ買えるんだけど全部シャンプーリンス、カミソリ、歯磨きとか、なんかそういうタオルとかそういうのは全部売ってた。とりあえず今は銀座チゲ待ち、暇なんだけど放送しようかな、こんな夜中なんだけど、中華とろ、ねえ見て、やっぱりここは韓国だわ。天山チゲ頼んだからって天山チゲとご飯だけ出てくるわけじゃなくてさ、ほら追いキムチとかキムチとかなんかいろいろ出てきた。本当にこういうとこ好き、大好き、韓国大好き。でこれご飯です。ねえこれでね8000ウォン、800円、日本考えたら安ってなるよね、やば。食べるね、だってもう2時だもん、見て이거대박인데보여보석두부게조개めっちゃちゃんといろいろ入ってる。これは8000ウォンするわって感じ。見て、こんなに具だくさん。私、結構感動してるわ、今。なんか、言うてチムチルバンのご飯なんてと思ってたけど、これはいいわ。チムチルバン本場。では、チムチルバンの天山チゲの味は。めっちゃうまいんだけど、どうしよう、めっちゃ美味しいんだけど、え、てかカニの味がめっちゃする、カニ天ちゃんなんだけど、カニ天ちゃん、カニ味噌、超カニの味がする、超美味しいんだけど、語彙力なくて本当申し訳ないんだけどさ、めっちゃ美味しい、デバーキーだ、ちんちゃん美味しそう。おかずも食べる、え、やっぱ韓国だわここ韓国に来た、辛いもんだって、追いキムチがうまいうまいうまい不思議なぐらいに美味しくないものないんだけど、韓国すごいわ、本当に美味しい。どうする、住む、もうなんかガツガツに疲れてたけどさ、幸せですわ。てか思ったんだけど、こう一日入れるわ、一回ほら行ってご飯食べて、ね、寝転んでなんか足湯みたいなのして、でまた寝転んでまたご飯食べて、で上に行ってゲームして卓球してとか言ったら、一日もう健康ランドやん、ここ。健康ランドか、ご飯も美味しいしさ、え、でも分かんない、美味しいのかなこれ、私が1年ぶりに韓国に来たから美味しいっていう説あるけど、いやうまいわ、いや美味しいよ。パンもこうチク足をこうしながら失敬さすぎだ